皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑感はですね、問題と課題という、そんなお話をします。これ自身は、いろんなところで、いろんな人が言ってる話で、私も、言ってることに対して、私独自の考え方というよりは、同感ですみたいな話にちょっと近いんですけど、私が思うその問題っていうのは、すでに分かっちゃいるんだけど、できてないこととか、課題というのは、これから、その問題とか、やることに対して取り組むかどうかっていう、ちょっと未来。だから、過去と未来って、そういうことだというふうに解釈はしてるんですけど、まあ、それ以外にもね、縦です。ギャップです。縦の差です。ゴールとの差だったりとか、今の自分と理想像、差だったりとか、するんですけど。で、課題っていうのはね、それをこう埋めるために、どういうふうに行動するか。そんなことも、その問題と課題とかっていう違いだったりするんですけど、ちょっとね、問題っていうところだけをこう取り出そうとする。なんかこう逆算をして、で、今と、理想のところの差を出そうとするんですけど、どうしてもなんかその、理想像っていうところだけを先に見ちゃって、で、今の自分っていうのはどこにあるか。あんまりこう、ちょっと分かってないか、分かろうとしないというか、逆算さえすればいい。そんなことではあるような気がするんですけど、肝心なところは、今どこに自分がいて、で、その差をどれぐらいのペースで埋めなきゃいけないかっていうことをしっかりこう把握しないと、課題が 立てようがない。どれだけの差があるか分かんないから、どれだけ頑張んないといけないか分かんない。いうことである。どうしてもそこって、問題を知っておかなきゃいけないし、で、それに対してどういう課題を設定しなきゃいけないかっていうことで、問題と課題はセットなんじゃないかな、というふうに考えておかないと、問題そのものも解決できないし、課題そのものが立てられないんじゃないか、というふうに思いました。まあね。詳しい話はいろんな人がしてると思いますので、あえて私からっていう話でもないんですけど、ただ、自分自身がどういうふうにしてないと、問題も課題も解決できないのかというふうに思いましたので、ちょっとこんな動画を作ってみました。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。